ちゃんは遊戯王カードに1000万使ったの。知らなかったでしょ。知らなかった。母ちゃんはそれが原因で出てったの。本当に？本当。遊戯王カード？遊戯王カード。父ちゃんはなんて言うんだろう、たくちゃんが言うような人なのかもしれないけど、なんて言うんだろう、もっと子供っぽかったっていうか、私の知ってる父ちゃんは、うん、私が知ってる父さんは遊戯王もつながらないし、うん、お酒飲んで暴れるとかもつながらないし、小学校の宿題とか、うん、分かんないことがあったら一緒に解いてくれたりとか、うん、あったよね。とか、なんかアスレチックで遊んでる時に一緒に遊び始めたりとか。よく休みの日に飯作ってくれたよね。作ってくれた。でもすっごい量が多いのね。作れるの父ちゃん、うん、一応ね、イメージなかった。作れるって言ってるけど、うん、作れるうちに入るのかなって感じだよね。なんか、うん、なんでそんな風に変わっちゃったんだろうね。うん、信じらんないの。何があったの。俺にも分かんないけど、うん、きっかけは変わった日あるでしょ。母さんが死んでからすぐ俺にだけその当たりになった。でも別にもう俺も大人になってたし、そこまで気にしてもなかったし、別に血がつながってるわけでもないから。ただ死んだことだけはやっぱり納得がいってないんだよ。俺さ、その最後に父さんに会った時に、うん、実は拓也くんのこと話されてさ、拓也くんって結構父さんと血がつながってないことずっと気にしてたよね。これちょっと春菜ちゃんの前ではものすごく言いづらいんだけどさ、実は春菜ちゃんのお母さんと結婚した後、うん、地方に行ってる時に一度だけ関係を持った女性がいて、実はそれが拓也くんのお父さんだった。え？どういうこと？待って、お父ちゃんプレイボーイすぎない？どういうこと？それも全部デタラメだろ。いや、だから父さんはそれを分かってたし、拓也くんのことはきっと愛していたと思うよ。違う。なんなんだよ。もうなんで教えてくれないんだよ俺に。なんで死んでからなんだよ。貴司君にこんなこと言われなきゃいけないんだよ。なあ、なんでまず俺が知らないの。それ今言ってどうすんの。給料だって安くて別にそんないい生活してなかったのに1000万なんて置いてあんの。タクヤ見ちゃった。父ちゃん謎だな。うん、私が知ってる父ちゃんと違いすぎる。父ちゃん金なかったって言うけどさ、金あったよ。なんか宝くじ当てたって知らなかったでしょ。その1000万の事件の後にお母ちゃん出てったのに、なんか3億当たったって言って母ちゃん戻ってきてくれって。そう、私たち埼玉に住んでたんだけど。まあ、それなんで知ってんの。え、父ちゃんから聞いた。嘘だよ。いや、父ちゃんそれ絶対言ってないはずだよ。なんで。え、なんでそういうの。いや、そう聞いたから。何それ。どうしたの。
みんな何を隠してるんだい。なんか、ん、いや別に3億なんかあの親父が持ってるわけないだろ。なんか、兄ちゃん本当は知ってたでしょ。え、知らないよ知ってるやつだ。だからみんなに提案があって、うん、